はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。五郎でございます。6月5日月曜日、今朝の一言始めていきたいと思います。今朝も上海からお届けしております。今朝の一言は、いい仕事をする条件1ということで解説文を読んでいきたいと思います。いい仕事をするために必要不可欠なこと、それは何でしょうか。一つは、細部まで注意を払うこと。雑用のような単純作業でも、いや、単純作業であるからこそ、丹念に丁寧にこなす必要があります。神は細部に宿りたまうというドイツの格言があるように、仕事の本質は細部にあります。いい仕事は細部をおろそかにしない姿勢からこそ生まれるものなのです。ということなんですけど、これはそうですね、僕も結構実は意識していったりしますけども、その昔、その昔、ファックスというものがありまして、ファックスで、お客様に必要な書類を送るというような、業務がルーチンだった仕事をやってる時期がその当時ありましてファックスっていうのがね、ちょっと知らない若い方もいるかと思いますけども、その時よくメンバーと一緒に気をつけてやってたのが、そのファックス送る作業は簡単なんだけど、それ宛先間違えると違う会社に当然届いてしまうんで、ほんと気をつけて、もう何回も見直して、間違いないかどうか見直して、最後に佐藤さんを押せと。そう、この話を読んで思い出したのはその件ですね。なんでファックスなんて結構簡単そうですけど、実はその当時の仕事はそれが一番お金を生み出す最後の一作業だったんで、ほんとそこ間違えると大変なことになるんで、そこ気をつけろなんてよく言ってましたけども、あとは気にしてるとこでいくと、細部まで注意を払うみたいなとこでいくと、この誰の目にも触れてない時に何をするかみたいなことは、実は意外と個人的には気にしてて、まあそのゴミを拾うとかね、例えば、あとなんか結構よく中国だとよくあるのが、なんかスーパーとか、スーパーとかで商品が転がってる時は拾って棚に戻すとかね、なんかそういうの別に誰も見てないんですけど、しかもまあ別に誰からそんなことやってね評価されようとも思ってないですけど、意外とそういうその見えないとこでの行動の積み重ねみたいなものが結構運気を上げる、運気を積むきっかけになるなと個人的には思ってるんで、そんなことを気にしてます。はい。ということでね、6月も、第2週目に差し掛かるですかね。はい。ということで今週も頑張っていきましょう。